美子さん、はじめまして。右冠動脈が70から90詰まってると言われて、今度ステント入れる友人と、ステント入れる友人と入れる前に登山に行きます。え？気をつけることってありますか？ああ、これやめた方がいいと思います。右冠上動脈でしょ？いやいや、これはやめといた方がいいと思いますよ。気をつけることだらけですよ、これ。胸が痛くなったら、いや、これはやめといてください、凛子さん。やめといた方がいい。90詰まってて言って、胸が痛くなったら、なんかもう突然死まで考えられますよ、これは。やめましょう。ステント入れてからにしてください。